こんにちは、安野です、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、手ぬぐいの生地のね、お話をちょっとしてみたいと思います、実はですね、手ぬぐいを作る時のその生地っていうのは、まあ大きく分けて4つぐらいしか実はないんです。あとまあこれ以外にですね、各メーカーさんごとに名前を変えて、販売しているっていうことがありますので、まあ、いろんな名前は実はあるんです。たくさんの名前はあるんですが、まあ、関西の方ではブンとかオカとかいう名前のものが多いです。また関東の方ではソーリとかね、他ありますよ、菊水とかいろんな名前があります。それはもうメーカーさんごとに名前を変えて、作っているっていうところなんですね。で、まあ、メーカーさんごとにその機械幅もありますので、若干のその手ぬぐいの幅の違いも1センチ2センチが出てきたりするんですよね。で、まあ出てくるんですが、ただその糸の種類っていうのは大体決まってます。20の糸を使うか30の糸を使うかっていうところなんですね。ですから、まあ、いろんな名前があるんですが、大体20か30かに分けられるというところが、これが手ぬぐいなんですね。で、まあ、関西で言いますと、この20の糸を使うのが文ですね。で、30の糸を使うのが丘っていうところです。で、この20とか30とかね、ちょっと絵かっこして言うてるみたいですけども、何かというと、糸の糸番手なんですよね。面子の糸番手。で、面の糸番手っていうのは、数字が大きければ大きいほど、糸が細いっていうところ。糸が細いということは、繊維長が長いものをよれるっていうことなんで、高いんですよ。高いです。だから20よりか30、30よりも40、40から60とか80とか、それの方がよっぽど、細くて高くなります。まあ、20が20番端子とかね、40番端子とか30番端子とかいうのですね、なっていきます。で、この分は20番端子、まあ、これはですね、昔から一般的に手ぬぐいを作る時にはこの20番端子をで作りましょうというもので、もうこれ日本全国大体そんな感じなんですね。で、この30番端子の丘っていうのは、浴衣であったりとか、まあ、着物であったりとか作るときに、寄られていた糸で、若干、細いんですけども、その分目を摘んでですね、織ることができるので、柔らかくって目が摘んでますので透けないっていうところですね。そういったところで非常に柔らかくて使いやすいっていうので、この丘を使います。で、私どもは、染めで使う、まあ、プリントもそうなんですけども、丘で作ることが実は多いです、ね。その分の方がいいって言われる方があれば無理やり分で作ったりしますが、丘の方が、糸が細くて積んでいる分ですね、プリントをしても本染めにしても綺麗に仕上がるっていう特徴があります、ね。柔らかくて綺麗に仕上がるっていう特徴が、ただやっぱり、何だとも使っていくうちに糸が細いんで、すごく柔らかくなります。腰がなくなってくる感じ、これがですね、丘の特徴なんですね。逆に文で言いますと、ちょっとふわっとした感じになってくる、厚さが出てくるみたいな、そんな感じになりますね。で、この上にですね、それぞれ、特別な文ということで特文、特別な丘ということで特丘と、ね、それぞれあります。どう特別かってことなんですけど、打ち込みがいいんですね。ガチガチに打ってやるってことです。特分もそうです、特効果もそうです。で、特効果なんかになって、これの手ぬぐいでってなりますと、やっぱりですね、ちょっと使い勝手逆に悪いですよね。特分もそうやと思います。ちょっと使い勝手がちょっと、ね、重たくなりすぎるんですよ。ポテッとしすぎます。ですからね、自分もちょっと使ってみたことあるんですが、やっぱり文、とか丘の方が、まあ、ハンカチのように使う手ぬぐいはですね、向いているような気がしますね。まあ、オリジナルで作るときはですね、まあ、そういったことで、まあ、文でも丘でも作れるということをですね、まあ、ちょっと覚えておいてください。またいろんな種類もありますので、まあ、どうしても特文特丘が気になるという方はですね、サンプルなんかも依頼していってください。よろしくお願いいたします。